っしゃ、おっしゃ、取材取材、カメラカメラ、イエーイ。まあまあです。でかい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 。はい。イエーイ。やりましたー。太い。やった。おお、太い。45ですかね。47ぐらいあるんじゃないかな。47ぐらいですか。やった。ドアップ。イエーイ。ムチムチ。お、作ってきた竿っすね。そうですね。これスペシャルロッド。今日2匹目。2匹目、ありがとうございます。いやー、夜の調査が効いてますね。夜の調査効いてる、ディーパーのおかげですよ、これ。まあ、夜のうちにね。無駄な時間を有効活用する。夜しかない。水深を調べといて、そこでようやく駆け上がって、うん、一気にこの我々が立てるぐらいの、なんならここまあまあポイントってことですよね。手前がボンボン、右から上がるな。ちょっと投げてみていいですか。はい、もう一回行ってみましょう。なんか、まるちゃんが常に映る。もう、まるちゃんが常に憧れの眼差しを送るしかないです。ありがとう。ちょっと測ってみるか。はい、いいですよ。ありますね。50ないな。50はね、微妙ですね。お、惜しいな。ないでしょ。まあ、47、47、8ですね。47ぐらいかな。イエーイ。イエーイ。いやいや、嬉しいですよ。ご案内ありがとうございます。いや魅力でございます。原さん、タックル説明お願いします。タックル説明もあれかな。20ポンドにやべ、寝かかってる。カバスキャー、モシンカースカッパナ。うわー、ほんと釣れるんすねこれ。めっちゃ釣れる。4匹目今回の戦いで全部カバースキャットですもんね。いやー、すごい。ありがとうございます。竿どうですか。竿いい感じだけどね。 38g までしょえる設定のやつでガイド組んで、バットジョイントの感度ビンビン帯、先っちょにガイドをちょっと寄せて、あ、本当だ、反発力を出すようにして、これをね、作ってきたんですよ。バッチリですね。もう今回2本でかいの取れたらもうね、もうこれでいい、一生これでいい。オッケーですね。一発オッケー。いやー、59。ちょっと前に詰めすぎたなと思って。でも結果それで釣れてるんですもんね。そうそうそう、その調子で。一番めっちゃ遠くなっちゃったなと思って。すげえ、なんか出来上がりやべえ、やっちまったと思ったんだ。そう、なんか前に詰まってんなって印象はあったんですけど、でも結果それで当たり出せてるから、ね、パンパンってやりたかったから、はい、前が張りある方がいいんだから、はい、前に詰めたんで。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。よし、はい、というわけでね、先日琵琶湖の動画を上げて、でね、あの中になんか釣れた全てのチョーカー入れてやろうなんて思ってね、編集していたんですけど、なかなか迫力のある動画ができたぜなんて思って、よし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 って思ってね、見返したらね、あれ、原さんのあの一匹入ってないっていうのに気づいて、慌ててね、あれがね、最後の一匹です。ねえ、
最終的にはね60まで釣れるっていうすごい状況だったんですけども、その前にね、原さんねあんなね40後半ぐらいだったかな、なかなかの引きのねバスも仕留めていたんで、これにてね先日の琵琶湖遠征での、釣れた魚は全てね編集が終わりましたということで、これ持ってるんですけどもね、このスカッパノンカラーのねカバースキャット、これがですね中盤戦で大活躍してくれて、あの日に関してはね原さんねこのスカッパノンカラーので、全部釣っていたかな、スカッパノンだよなんて言ってね1個分けてくれたりもしたんですけどもね、こういう濃い色が、効いたっていうね、そういう状況でございます。まあ先日の動画でねまあつらつらとロングにね、語ってはいるので、まあおかっぱりでそんでもって、あそうだこれね、はいディーパーね、ディーパーを使ってまあ水深を調べて、それでね、気になった地形変化に向かってこういったカバースキャットを投げて、それで当たりを待つっていうね、こういう釣りなんですけども、もうだいぶね、ハイシーズンに突入しだしているんではないかなということで、またね、来年機会があったらですね、行ってみようと思うんですけども、っていうのもね、釣れた魚全部ね、大きなサイズだったんですけども、ちっこいサイズがね、元気に動き回るよりちょっと前にっていうことでね、そういうタイミングでやってみたところ、守備よくね、いろいろな、魚を見ることができたということで、詳しくはですね、先日公開したですね、60まで釣れてる、あっちの動画の方でね、詳しくやっておりますので、今回はね、よーし、データそろそろ整理して次の動画に取り掛かるか、あやべ、このチョーカーアップするの忘れてたっていうね、こういった、動画でございますが、まあ、竿のね説明なんかも詳しく聞くことができたバージョンなんで、ぜひねロットビルディングしてみようかななんてね、まあ、ガイドセッティングああだったよとかね、まあ、そんなところが、見れたんではないかなね。はい、取り留めもなくなってきたんでそろそろ、まとめたいと思いますが、先日の釣り子 TV ね琵琶湖初遠征での出し忘れ、このチョーカーを1個ね編集して動画にまとめてみましたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。うわ、60ある60、でかい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 、マルシャー、これが琵琶湖バスなんですね。うわ、いい子ちゃん、いってる。これでちょっと投げてもらって、俺携帯持ってるからさ。パンパンっすね。腹パン、超半パン。初めて見た、そんな。やっべー。